皆さんこんにちは。本日もご視聴ありがとうございます。司書の近藤でございます。今日はですね、残念な相続シリーズということで、予備的遺言がなくて大公開という話をしてみたいなというふうに思います。ですね、時々あるケースなんですけれども、お父さんが亡くなられて、でご長男がこう同居されてるようなケースなんですけども、同居してる。で お父さんはこう長男に相続させるっていう遺言を作ってあります。自宅をちゃんと相続させる、次男がいらっしゃいますので長男に相続させるっていう遺言を作ってある。ただしこの時に、この方が亡くなった時に、この方がもうすでに亡くなってるっていうケース、最近結構皆さん長生きなのでお子さんの方が先に亡くなるっていうケースもあります。で、お子さんが先に亡くなってる。で、ここにはお孫さんがいます。お孫さんが、で、依頼者は大体このお孫さんです。で、遺言を持って私のところに来ます。親父はもう亡くなってるんだけれども遺言があるので僕の名義に変えてください。こういう方ですね。こういう方いらっしゃいます。で、ただしこれはですね、平成23年の最高裁でこの長男に相続させるっていう遺言を持って、長男の子供に相続させるっていう遺言だっていうふうに読み替えるっていうことは、事情がない限りはできない、これダメだっていう判断がされてしまってるんです。ですからもうびっくりですよ、お孫さんとしては。もう同居されてるんです、こういうふうに同居している。で、遺言作ってあるから大丈夫、こちらの方の家族のものになるっていうふうにもう信じ込んでるわけです。ただしこれダメなんです。ですからこの場合はもう遺言がないものとしてですね、この代執相続人である長男のお子さん、お孫さんと次男と配偶者で話し合いをして、遺産をどう分けるかってことを決めていかなければ手続き屋根に乗ってこないってことになっちまうんです。怖いですよね。ですからこの場合どうすればよかったかというと、このお子さんが先に亡くなるってことを事前に想定をして、相続の難しいのってのは、どなたが先に亡くなるか、どういう順番で相続が始まるかってことがわからない、これが難しいところなんです。ですからこの方が遺言を作るときには、自分の財産は長男に相続させる。ただし長男が自分よりも先に、あるいは同時に亡くなっていた場合には、財産は孫さんに相続させるっていう遺言を書くのが正解だったんです。これを予備的遺言と言います。この予備的遺言は平成23年その最高裁の判断の後に作られた遺言に関しては多分ほとんど入ってると思います。私がお手伝いしたものに関してもまず間違いなく入れます。特別な入れ、どうしても入れたくないっていうような事情がない限りは入れてます。ただ平成23年より前のもの、平成の初期のものに関しては多分入ってないものが多いと思うんですよ。そうするとこういうトラブルが起きてしまうんです。せっかく遺言作ったのに、これじゃ使えないのっていうことになってしまうんです。ですからご自身の遺言も作って安心してるって方もですね、ぜひもう一度中身を見ていただいて、この予備的遺言がちゃんとカバーされているかどうかっていうことをですね、もう一度チェックしていただきたいんです。で、ご自身でチェックできない場合は専門家のところに見てもらう、行ってみてもらう。で、これだとこういう場合はカバーされてませんねっていう場合には遺言を作り直すっていうことが必要になってくると思います。今日は残念な相続シリーズといたしまして、予備的遺言がなくて大公開という話をさせていただきました。ありがとうございます。